まあ横浜ほどじゃないけどね、函館もね、ちなみにね、チャリンコ、それはそうですね、坂道だから押して上がってますね。まあ坂道があるとね、不便っちゃ不便ですよね、こういうところに家があって。まあ電動自転車でも上がれないんじゃない坂ってね。いや函館をねちょっと思い出しますね。もちろん丘そんなにね高くないからあれだけど、こういうね坂道がなんか、函館もね坂を登りますね、ロープウェイ乗り場までね、こういう坂道だったね。まあ、ここまでは建物建ってなかったと思うけど、だからなんかそういうのを思い出しますね。まあ、函館ももうずっと長く行ってない、ね、今もう金がないからさ、なんか函館に行くとかそういう次元まで遠いからね、分からんけど、分からんというか実際そうだよな。で下から赤い靴バスが登ってきてますね。山下公園と中華街見たらちょっとワープしようかな、ベイエリアまで。ベイエリア見といた方がいいな、見といた方がいいっていうか、ここまで来てますからね横浜。青春ジャージキップあるときは近すぎて逆に来ないわな。青春ジャージキップ、そもそも今年の夏青春ジャージキップ買えるかどうか、まあ買うとは思うけど、かなり怪しいな。金が金の状況だからね。なんかもうもごもごもごもなってますね。とりあえずね、今日は横浜ですね。横浜、まあベイエリア、まあベイエリアとは言わんかもしれんな。まあ、ここの中華街とかは。あ、高いな、これ。あ、でも12時間。でも12時間だからね。どうなんだろう。30分200円だからそこでもないか。土日が跳ね上がるね、金が。土日は30分200円が。あ、土日は500円に跳ね上がる。平日は200円に。土曜日と日曜日の需要が違うね。やっぱり日曜日の方が多いね。まあ30分で見て帰ってくれば駐車料金は500円ですね。そんなバカみたいに高いわけじゃない。まあ最近もう車乗ってないね。車、あれ車乗ってないのもおかしいわな。まあ乗ってないんだけどね。じゃあずっと乗れないのかっていう話になるよね。なんかレンタカーとか借りてうんぬん行く余裕というか、全く金銭的余裕がないね。じゃあ一生車乗れないのかっていう次元の話になってくるよね。なんかおかしいことになってきてますね。いや別に免許があってね、マイカーがなくても別に、まあ行っちゃいいんですよ。いろんなコストかからないから。でもじゃあ一生車乗らないのかっていう、なんかそういうわけわからんことになってきてるじゃん。ダメダメじゃん。あ、さっきの道出ましたね。こっから公園さっき入りましたからね。ね、海が見える公園。さっきこれ見ました。中華街。まあ中華街はちょっと一回は行ってみた方がいいな。これそのまま行ったら山下公園とか出ちゃうみたいですけどね。中華街は見た方がいいな。で、こっからちょこっと歩いたら元町中華街駅。まああそこ行ったら山下公園ですね。なんか汚い川流れてますね。綺麗じゃない。赤いバスは向こうからまだ来てますね。赤いバスは土日は15分ごとに運行してるみたいですね。あれ乗ると便利なんですけどね。何せね、バスの車内では切符売ってないみたいで、
で、地下鉄っていうかこっちのみなとみらい線の駅でも売ってないみたいですね。なので乗りようがないな。2連バスですね。これは横浜駅に行くみたいですけどね。ブルーサイドバス2連バス。2連バスということは定員が2倍ぐらいあるということですね。で、こっちの方行くと、まあ、横浜中華街の方向になるみたい。なのでそっちの方にね、せめてね、横浜中華街は絶対通るべきでしょう。その食べるかね、食べないとかは別にして。と位置関係をね、見ときます。ちなみに駅までは120メートル。元町っていうのは90メートル。中華街も中華街300メートルですね。山下公園が300メートル。中華街と山下公園の間は600メートルぐらいか。これバスですね。2連バスですね。600メートルは遠いな。いや、なんかもう歩くのはね、なんかすごく体がかったるいんですけどね。まあいろんな原因があるとは思うんですけどね、体がだるいのはね。もうダメだね。もうちょっとね、年が若い時とも雲泥の差ですよ。雲泥の差、天地の差ですよ。まあ、横浜行きのバスですね。で、まあ、地図もありますけどね、現在地はここ。今からちょっと垣間見るのは中華街ですね。で、山下公園はこのまま歩いていったら山下公園ですね。ここにありますね。で、まあ、もうバスで200円ぐらい出して、まああれですね、もうそのまま横浜、まあ1回ぐらい降り、あ、ちなみにあれだね、横浜みなとみらい万葉クラブっていうのはあんなちょっと離れたところにあるんですね。まああれだな、桜木町まで赤いクスバスで、もう山下公園を見た後はもう移動してもいいかもしんないな。わかんないけど、わかんないけど、ロープウェイとか結んでるんですね。で、さっき食べたサイゼリアですね。横浜まで来てね、何も考えずにサイゼリアでご飯を食べるというのが、まあ、よくわかんないね。あ、すげえ。ほら、これ8480万だって。オークションですね、これ。横浜市、こんな高いんだ。10階。あ、自分のところの間取りとほとんど変わんねえな、これ。だいたい自分のとこ、まあ、これよりちょっと狭いけど、これ1億2300万です。高っ。4980万、すごっ。すげえ、横浜高いな。すごいな、1億8000万とかね、ありえんな。横浜めちゃくちゃ高いんだな。このベイエリアめちゃくちゃ高いんだな、横浜。神戸の比じゃないね。いやー、兵庫県の神戸もっと安いはずですよ。すげー高。あ、レギュラーは168円ですね。会員価格168円、166円か。一時なんだ、埼玉県の小鹿の小鹿のじゃない、小川の町か。大体これぐらいの値段だったんでね。あれからそんなには変わってない。この辺だからマンション高いんですね。めちゃくちゃ高いということですね。あ、丸いです。